こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの定番モデルですね。非常に馴染み深いミクロン 35mm のアスフェリカルレンズですね。こちらは世代的に言うと、第4世代のモデルズミクロン 35mm になりますね。ズミクロン 35mm っていうと、まあ一番初代機の8枚玉が有名ですけれども、こちらは それから第4世代になりますね。シリアル4130136ですので、2012年の製造になりますね。オールドレンズとは言えないんですけれども、非常に人気の高いレンズとなっておりますね。ズミクロン 35mm のアスフェリカルというとですね、2022年現在では、もっと一番新しいのが出ていまして、こちらはですね2016年にリニューアルされたんですが、それ以前の初代アスフェリカルモデルという立ち位置のモデルになっておりますね。はい、もうこれがですね非常に使い手のあるレンズで、ポートレートから風景、スナップなどもう何でもオールマイティにこなすですね、レンズとして非常に人気の高いモデルとなっておりますね。オールラウンドな活力を見せてくれます。非常に色のりが濃くて高解像度で高微精細ですね。はい、ということでご覧いただいておりますズミクロンアスフェリカルレンズですね、 35mm です。こちらはですね一番最新のレンズはフードがメタル式になって、こうねじ込み式になってるんですけれども、こちらはですねそれよりもコンパクトなこの挟み込み式ですね、はい、のフードになってますね。どちらかというとですね、僕は最新式よりもこちらのですね挟み込み式のフードの方がスタイリッシュで使いやすくてコンパクトだと思っていますね。まあ個人的にはですけれども、はい、ビジュアルもこちらの方がですねかっこいいというふうに思っております。では外観から見ていきます。今回もですねすごく綺麗な個体ですね。目につくすれ当たりへこみとか見られずに、大変備品といって差し支えない状態だと思います。こういうローレットの摩耗とかですねほぼ見えないですね。よく見られるこう指掛け部分のですねこの先端のすれとか摩耗なども全くないです。はい、レンズも綺麗ですね。もちろん前玉後玉ともに擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗など見られませんし、中玉にもこうライトで透かしてみてもですね曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリの混入も目視で全く確認できませんので、見た目重視でも問題ありませんし、もちろん撮影して画質に影響が出るような瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。はい、絞りの動きも軽快で滑らか、油の乗りとか羽の痛みなしですね。この適度なこのフリックが効いてますのですごく快適にお使いいただけますね。はい、ピントリングもすごく軽くて滑らかですね。一定の努力でいっぱいまで動いております。付属品がリアキャップとこちらの純正フードですね、とフードの先端につけてもらうこちらのラバー製のフードキャップというのがついております。はい、それとちょっと言い忘れましたけど、この6ビットというですね、はい、対応したデジタル M 型のカメラボディに装着していただくと、自動でですねこのレンズのスリを感知してそれに合った設定に変えてくれるというこの6ビットコードですねが付属しております。はい、こちらのセットでお届けいたしますね。はい、このまま撮影にご使用いただいてもちろん全く問題ない、はい、大変良備品のズミクロン 35mm アスフェリカルですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら
当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。整備後のお届けを実施させていただきます。はい、ということでですね、スナップからポートレート風景ですね、オールマイティな活躍を見せてくれる非常にポテンシャルの高いルミクロン 35mm アスフェリカル初代機になっております。2012年のドイツ製ですね。はい、前後キャップ純正フードのセットになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。